アン・マキャフリーは、アメリカ合衆国生まれのアイルランドの小説家、SF 作家、ファンタジー作家。性のカタカナ表記は、マキャフリーのほか、マキャフリー、稀に、マキャフリーとも。1926年、マサチューセッツ州ケンブリッジで生まれる。1947年、ラドクリフ大学で、スラブ語の文学志望を取得。 1950年に結婚し、3人の子供を設ける。アレク・アンソニー、トッド、ジョージアン。アイルランドに移住した後の1970年に、離婚。1968年、パーンの竜騎士シリーズ、竜の戦士の第一部となる短編、大岩同人キタルで、ヒュー号賞中長編小説部門を受賞。ついで1969年には同じく、竜の戦士の、 第3部、冷たい宇宙感劇でネビュラ賞、中長編小説部門を受賞。これらヒューゴー賞とネビュラ賞の受賞は、それぞれ女性フィクション作家初となる受賞であった。1980年、ターンの竜騎士、六竜の太鼓で、バルログ賞最優秀小説部門を受賞した。2005年、アメリカ SF ファンタジー作家協会より、 デーモンナイト記念グランドマスター賞が授与される。2011年11月21日、脳卒中のためアイルランドのウィック・ロー県の自宅で死去。85歳没。ポッド・マキャフリーとの共作派生作品。SF 作家アン・マキャフリー正居東京草原社を知らせ2011年11月24日。閲覧。ありがとうございます。